渋谷ストリームは日本の東京都渋谷区渋谷3丁目に所在する複合商業施設。東急東横線の旧渋谷駅、地上駅舎ホーム南部の線路跡地及び周辺地域を再開発して開業した高層ビルである。低層階はカフェレストラン、高層階はホテル、オフィスなどから構成される複合施設である。オフィスフロアは Google の日本法人が一括して借り上げている。また、官民連携で付近を流れる渋谷川や川沿いの遊歩道の整備も行われた。東京急行電鉄は、東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転による地下化を契機に高架橋跡地及び隣接する個人地権者との共同で開発事業を進めることを決定し、とから、 都市再生特別地区の認定を受け、2015年8月に渋谷駅南外区プロジェクトとして再開発事業に着手。3年余りの歳月を費やし、2018年9月13日、地上35階、地下4階建てのタワーを中核とする複合施設、渋谷ストリームを開業した。名称は付近に渋谷側が流れていることから、流れや小川を意味するストリームにちなんだ。 敷地は駅と線路であったため細く長く国道246号線をまたいで南の大観山方面に伸びていく独特の形状をしているそこでこれを活かし渋谷駅南側は交通量の多い国道246号線があることで人の流れが分断されていたためこの分断をなくし渋谷散歩の延長で南側まで歩いてもらいたいとして 渋谷ストリームは建物の外と中の区別をなくし、遊歩道のような建物を目指し建設された。この建物の外部と内部をシームレスにし、高低差の激しい地形という渋谷ならではの問題を解決するため、渋谷ストリームではアーバンコアという概念が取り入れられた。アーバンコアとは建築家、内藤博志ら学識経験者がメンバーとして名を連ねた。 渋谷駅中心地区町づくり指針2010が提言したもので渋谷の駅と町、地上と地下をスムーズに結びつける垂直移動の仕掛けで単にビル内にエレベーターやエスカレーターを設置するのではなく地上と地下をつなぐと同時に屋内と屋外を緩やかにつなげていく町を開く仕組みであるアーバンコアの設置で渋谷ストリームでは東横線、田園都市線 半蔵門線、副都心線地下3階から一気に渋谷駅東口国道デッキや渋谷ストリームへのアクセスが可能となっている。2階の貫通通路は国道246号線をまたぐ旧東横線の高架線路を活かした歩行者デッキで、デッキ上には東横線地上駅舎時代の旧渋谷駅の名物であったかまぼこ型の屋根が再現され、 渋谷スクランブルスクエアや渋谷光へなどとつながる。官民連携で隣接して南北に流れる渋谷川の整備も行われ、これまでは水流が少なく、ドブ川のイメージが強かったが、下水処理を行って再生水を利用し、水流が復活した。また、渋谷ストリームから並木橋までの川沿いには遊歩道、渋谷リバーストリートが設けられ、遊歩道には鉄道移行や、 モニュメントなども設置された。遊歩道の先には東急が建設した A 棟の保育所、B 棟のホテル、店舗、オフィスからなる渋谷ブリッジが渋谷ストリームと同日に開業している。地下4階、地上35階建て地下4階、地上7階建て2016年2月、建設中の現場で、ケヤキ46のデビューシングル、サイレントマジョリティの ミュージックビデオの撮影が行われている。2018年9月13日のオープン時には、渋谷ストリームホールコケラ落としライブを、ケヤキシッ46が行ったほか、オープニングセレモニーには、キャプテンの菅井ゆかが出席し、テープカットを行っている。ありがとうございます。